コンピューターは驚くほど強力で総合的なメディアです。毎日膨大な量の情報がこの電子装置を通じて送り出されます。グラフィックスグループはこの電子技術革命がグラフィックアートおよび視覚による通信のあり方にどのようなインパクトを与えるかを調べるために設立されました。ビジュアルランゲージワークショップは2つの非常に重要なことを目指しています。1つは広い意味においてグラフィックスがそれらの情報を選別し、定義し、評価し、編集する上でどう関わるかということです。第2には最も創造的で活力ある通信手段を推進するためには、人と機械とのインターフェース、接点、あるいは関わり方はどのような形であればよいのかということです。コンピューターは巨大な量の情報を蓄えたり取り出したりする能力があるので、システム設計者はその情報が個々のユーザーにとって意味が分かりやすくアクセスできるものにしなくてはいけません。インテリジェントページというプログラムはうまく組み版されていない生の原稿を取り込み、ずっと読みやすくデザインし直します。これは編集し直した後の原稿です。ほんの限られた知能を持たせることにより、機械は原稿をそれぞれのユーザーの好みに合う形に直すようになるのです。このジグザグになった線は、原稿の左側を揃えて、右側を不揃いにすることを指示しています。同時にそれは、行間隔をどう開けるかを示すためにも使われています。この小さな矢印は、段落ごとにどこまで字下げするかを示しています。一度このように、情報を構成しておけば電子新聞のシステムに流すこともできるし、またプリンターで印刷することもできます。したがってこれは皆さんが毎日自宅で自分の電子切り抜きを受け取れるようなサービスの基礎にもなるでしょうし、また音声にして流すこともできるでしょう。グラフィックデザインやテキストレイアウトを考えるときの手助けとなることを目指したルールベースシステムを開発しています。そのために CASS というエキスパートシステム開発用のツールを使っています。では名刺のデザインをしてみましょう。あなたの職業は何の業界に属しますか？経済、広告、芸術、それとも科学ですか？広告です。あなたの地位は？マネージメントです。あなたの会社の経営規模は？中ぐらいです。どんなタイプのイメージを伝えたいですか？進歩的です。頭をひねりますのでちょっと待ちください。私たちがシステムに組み込んだ内部の規則を使って私が与えた答えをもとにしてコンピューターは、私にはこのレイアウトこそがふさわしいと判断しました。例えばカードは白地ではなく灰色で、また文字は左を揃えてカードの右側に配置してあります。もしユーザーが、私はちょっと変わった芸術家でねと答えたら、カードはこんな風なものになったかもしれません。将来拡大していくコンピューターの環境の中で、聴覚と視覚を使った新しい言葉の研究も始めます。入力される命令は会話の形になり、ツールは知能を持ったアシスタントになります。